河野党の戦いは、A69 年うるう8月8日に、織田信長と斉藤達沖との間で行われたとされる戦い。しかし資料に乏しく、実態がどのようなものだったのかはよくわかっていない。斉藤道造の死によって、終わり、美濃の同盟関係が破れると、織田信長は幾度か美濃への侵入を企てた。A69 年8月29日、信長は、 美濃国境まで進軍したが、予期せぬ出水に遭遇し、木曽川を渡って、河野島へ入った。それを知った、斉藤達沖は直ちに、河野島へ進軍し、小田川は、川べりまで後退して布陣した。斉藤川は、境川を限りとして守備したが、翌三十日に木曽川が洪水となったため、両者は、動きが取れなくなった。ようやく水の引いたうるう月八日、未明、 小田川は撤退を始めたが多数の兵が川で溺死した。斎藤側はその残党の内少々を川材で打ち取った。小田軍は武器を捨てて退散するというありさまだったという。この戦いを記した資料は現在のところ斎藤氏家臣の連番状のみしか存在しない。この書状は安藤定氏、ひのを治む、竹子直光、氏家直元の連名で。 宛名を書いており、貝の国エリン寺住職の海戦正機に当てたと考えられている。なお同書上は、信長は天下の笑い者になっているなど、斎藤側の自己宣伝が含まれているため、その内容はいくらか差し引いて考えることが必要と考えられている。この戦いは信長による稲葉山次郎落城が永6七年と永6十年のどちらに起こったかを考える。 手がかりの一つとなっている。書状の日付がうるう8月18日になっているため、前後の状況からして、年次はうるう8月のあった、A69 年としか考えられない。よって、A69 年の段階ではまだ信長は、斎藤氏を倒していないことになり、それより、前の A67 年に稲葉山城が落ちていたとは考えられない、ということになる。また、 近年の研究ではこの戦いを大見に滞在していた足利義明の意向を受けた上落戦であったが斎藤達興が足利義秀陣営に寝返って織田軍を攻撃したために失敗したとする見解もある。ただし織田側が斎藤側に出すとされた人質を巡る交渉がまとまらないままに上落しようとしたことも斎藤軍の攻撃の一因であるとの指摘もある。この結果として 信長からは、美の斎藤氏とこれに同調する姿勢を見せた大見、六角氏は、足利義明に敵対する、足利義秀及び、三好三人衆陣営とみなされ、信長は三人衆と対立する、松永久秀らと連携して、上落を目指す方向に転換されることになった言う。ありがとうございます。